国宮国彦王は、日本の皇族、陸軍軍人。階級及び、異界君党は、軍事参議官、元帥、陸軍大将、大訓位、高四級。国宮朝彦親王の、第三王子、高順皇后の父、第百二十五代天皇、秋人の外祖父、第百二十六代天皇、徳人の祖祖父にあたる。 国飛行は1887年父朝彦、新郎の啓子と定められ、京都府立中学、学習院を経て、東京、成城学校に入学する。1891年には、朝彦新郎公共を受けて、国宮を継承する。1896年陸軍士官学校を卒業し、陸軍士官として勤務し、1902年陸軍大学校を卒業。 1904年には、日露戦争に出征する。選考により、不評少佐に進級し、高4級禁止勲章を受章する。以後も累進し1910年不評を第38連、隊長、1917年第15師団長、この絵師団長、軍事参議官を歴任する。第一王女の両子女王は1918年1月に交代し、皇太子、 広ロ親王との婚約が内定したが、後に婚約破棄や山形有友暗殺説が飛び交う、宮中防重大事件と称する事件へと発展した。発端は、数密院議長、山形有友が、良子女王の母方である島津家に、四季盲の遺伝ありと、軍医学校教官の草間金目より聞いたことに始まる。他にも、山形は良子女王の兄やさ、東が、 学習院の身体検査において、色弱の疑いがあると診断されたとの情報を、良子女王の担当医、平井聖隆氏より得て、皇室に、色覚障害の遺伝子が混ざることを恐れた山形は、元老、西園寺金持、同松方正義と内断する。両元老は山形に同意し、国の宮に婚約を辞退させようと図る。医師団の見解としては良子女王には、 四季角以上は認められないものの、四季角以上の遺伝子を有しているために巫女に遺伝する可能性があると判断した。山形はこれを受けて、国飛行に婚約解消を迫るが、国飛行は、低名皇后に配越し直訴するに及び、またく内省は1921年2月10日に、両子女王殿下東宮非行内定のことに、 石碑世上手術の噂ありやに聞くも、右五決定花にら変更なしと発表する。宮内省がこの発表を行った頃には過激派が山形や時の首相、原敬他の皇族を暗殺するとの噂があり、山形が皇族に危害が及ぶ前に解決を図ったものである。この発表があるまで報道が禁止されていたため、 新聞は一斉にこの件を宮中防重大事件として報じたが、そもそも真相がわからないため複数の交換が辞表を提出するなどの憶測を報じていた。事件が解決し交代しと、両子女王は3年後の1924年1月26日に成婚となった。一方、正解に因然とした勢力を保ち続けていた指物、山形も、 この件を契機に急速にその影響力を失っていく。ところが翌年に、長男の朝、通王と、坂井菊子の婚約破棄の問題が発生。この問題で、国飛行は先県とは逆の立場に陥ったため、婚約相手の坂井家や宮中からも、大きな批判を受ける。結局、婚約破棄は実現したものの、摂政軍から、訓戒処分を受けることとなった。外戚となった。 国飛行はしばしば皇居に出入りし、のみならず、皇室に金の無心をするようになった。特に自定の改装費に関しては、低迷皇后を怒らせるまでに至った。しかしこのような国飛行の行動は当時は、一切表沙汰にはならなかった。1920年頃の国のや国飛行を、一家前列左から、信子女王、両子女王中列左から、 国久王、国秀王後列左から、朝、東王、近子妃、国宮国彦王、友子上級薩摩藩最後の藩をもだった、島津忠義公爵のやめ、近子と結婚し三男三女を受ける。第一王女の良子女王は、昭和天皇の皇后となったことから、国彦王は、上皇、秋人の母方の祖父にあたる。ありがとうございます。